果たすと朝倉未来とも対戦経験があり、日本人にも馴染みのあるジョン・マカパとベラトール205で対戦すると、1ラウンド69秒で左フックを当て KO 勝利。マカパは現在36戦して KO 負けはこれを含め2度しかない。相手をフック一発で沈めています。